はい、皆さんこんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、オートマチックピストルがリボルバーよりも強い6つの理由ということで、今回はね、オートマチックピストルと、リボルバーの対比というか、その現代のね、軍とか警察は、大体ね、こうオートマチックのピストルを使うわけですが、じゃあなぜね、そのオートマチックピストルを使うのか、ざっくり言えばその何がリボルバーよりも強いのかっていうところをね、見ていきたいなというふうに思います。で、まずですね、そのオートマチックピストルのその利点として、すごく代表的なのは、やっぱり相談数が多いし、相談数を変えやすいっていう、そこですね。その人を撃つようなリボルバーの相談数っていうのは、5発とかね、少ないと5発とか、6発とかね、6発がデフォみたいなところありますが、6発とか、多くてもね、8発とか、そんなもんですが、今のね、その現代のオートマチックピストルは、15発とかね、17発が基本で、しかもそのマガジンをね、こう延長すれば、30発とか30何発とか33発とかね、装填できるので、そういう部分でね、その柔軟性もあったりしますし、逆にそのグロックの26みたいに、その小さいマガジンがね、デフォルトの銃でも、ものによってはね、普通にこう長いマガジンも使えるので、結構ね、いろんなニーズに対応できますという、そういうところが強い。そういうことですね。はい。で、次はですね、リロードが早い。これも大きいですよね。その日本の警察官みたいに、そもそも銃撃戦をする前提ではないっていう、そういう警察官とかの人はね、別ですが、そのリボルバーをね、リロードするのは、ローダーを使っても微妙に手間で、ローダーがなかったらね、結構めんどくさいのに対して、オートマチックピストルのね、そのリロードっていうのはこうマガジンをね、こう入れ替えるだけなので、リボルバーよりも簡単にね、早くリロードできるっていう、そういうのもメリットになってます。はい。で、次の理由としているのは、サプレッサーがつけられるからですね。これはそのリボルバーでもね、ラガンみたいな、ごく一部のリボルバーの場合は、サプをねつけられるんですが、そういうのは例外として、そのリボルバーの場合はね、そのシリンダーと、シリンダーってレンコンの部分ですね、くるくる回る部分ですね、そのシリンダーとその重心の隙間、そのシリンダーギャップっていう部分からもその火薬の燃焼ガスが漏れるので、サップをつけられないというか、無理やりつけてもね、そこから漏れるから意味がないので、そのね、重心をストレートバレルにするだけで、サップをつけられるっていうのは、オートマチックピストルのすごい大事な利点になります。重心のね、大体外側にね、こうネジが切ってあるっていうのが最近のね、オートマチックピストルの、ね、スレッドバレルですね。はい、そんな感じです。で、あとですね、次の理由としているのが、そのオートマチックピストルの方がマズルフラッシュが小さいっていうやつですね。これもシリンダーギャップに由来する部分ですが、そのリボルバーの場合はそのシリンダーギャップからもね、こうマズルフラッシュみたいなね、マズルフラッシュじゃないじゃんってなりますけどね、フラッシュが漏れるので、リボルバーの方がマズルフラッシュが結果的に大きくなるわけですね。その点ね、こうオートマチックピストルの方がまだマシという、そういうものもあります。で、次の理由としているのは、これもう何個目だか分かってないんですよね、喋ってる本人もね。次の理由としているのは、ポリマーフレームにできるからですね。リボルバーもね、グリップは別にポリマーとかね、ゴムでも何でもいいわけですが、フレームにはね、強度が必要なので、鉄とかね、そういう金属でできてて、鉄はね、当然錆びるし、すげえ寒いとね、こう指にくっついたりとかしますが、でもそのオートマチックピストルのね、そのグロックとか、シグの P320 みたいな、そういうポリマーフレームの銃は、錆びたりしないし、指にくっつくこともないし、しかもなんなら軽量化にもつながるというね、そんな感じです。はい。で、最後らしいので、やっとね、6番目の理由らしいですね。僕これ原稿読んでるので、はい、最後の理由としているのは、そのオートマチックピストルはね、薄く作れるからですね。これはこう構造的なね、部分ですけど、そのリボルバーの場合はそのシリンダーがある関係上ね、そのシリンダーの直径分はね、その幅っていうのはね、絶対に必要で、それはどうにもならないわけですが、そのオートマチックピストルの場合は、薄くしようと思えば、そのマガジンの幅とフレームの幅だけでいいので、リボルバーよりもね、薄く作れるっていうね、薄く作れるから、要はその分隠し持ちやすく、そういう風に作れるよっていうのが、メリットになるという、そんな感じです。はい。ということで、バーっとね、6個理由いきました。オートマチックピストルとリボルバーどっちが強いのかっていうのはね、結構ざっくりしたね、悩ましい部分ではありますが、こういうベネフィットがあるから、なんだかんだ言ってオートマチックピストルが、世界のね、軍用のハンドガンとして、今は使われているというね、軍用でも警察でも大体一緒ですけどね。はい、そんな感じです。はい。ということで、今回この動画いかがだったでしょうか。この動画ね、ふーんっていう風に思っていただけたら、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。